13。すげえな、ほんとや。でも一回いいね、50何本来たことあるんで、一人で。あれやろ、いいねバクやろ。そういいな、ガッと。
こで撮ったよかったかな。
本一。なかなかないやん。え？全部大垣、大垣じゃないわ。マジ？豊橋行きになるから。いや、これ珍しくない？うん。掛川行きとかないで、なかなか。通常ダイヤであんのかもしれんけど。え？レアっちゃレア。ん？レア。レアやで、これ。宇都宮やけど、なんか、ほんま岐阜行き発かな、これめっちゃ珍しい岐阜発。すごい。刈谷、安城、岡崎、三河、安城、愛知、水戸、浜松。どんぐらいやな。時間が18時2時間。うん。じゃあ向こう。ニュース会館。ほんま、同時発車。流し込みできそう。こっちの方が早いやろな、ね。あ、こっちの方が遅かった。
雪が出てきたね。また雪。向こう見てよ。うわあやば。
クロスに引くんかな。マフラーに置いてある、また、オッパーしてきた。
2時間ぐらいまで耐えれるんだけど、放送で言ってたんかな、声ちっちゃかったわからんか、いや言ってなかった言ってなかった、うん、この列車が前までまで行くと思わなかった、うん、やっぱ寒いな、そう寒い寒いよな、そこから急に普通になったらちょっとびっくりするからだね、うん、まあ日常茶飯事やけど、夏にやる神戸線やったら、うん、高槻から快速になって西明石から普通になります、はい。Thank you.
1万。無理やりでも走らせてたみたいで、でも無理やりだとさ、初期の方よ。あ、今のでちょっとずれた。
からだいぶ溶けたよな。うん、でもここからは多分ね、またな、大変。うん、させる画面に入ってるから、うん、オレンジっぽく見えるけど実際はこんな風に撮れてるから、あ、そうなんだ。ちょっと色は違うけど、thank you.
巻いてあるから、うん、
1時間ちょっと余ってる。容量大丈夫？ん？容量大丈夫？全然大丈夫。多分な。1時間経っても1ギガ、2ギガぐらいになる。
更新するのも大変。もうすぐ1時間です。もう1時間マジか。雪がまだ降ってるな、ね、豪雪地帯。豪雪地帯マシなんて。うん？あちゃあっちか。あっちゃあっちゃ。ちゃんと見てくれてるやん。ちゃんと見てくれてる。ハート押してくれてるし。誰もだ。一人しか見てくれへん。ね。悲しい。
ね、5000。でも5000くらいやな。これさ、こうして、あ、乗せた、乗せた、これで、あ、ウェーブをするって書けへんわ。乗せんねん。そこまで来たら僕は分からん、もう。ねえ、そうね。やっぱ寒いな。寒いな。全然違う。終わるんかい。寒いな、やっぱ寒いがいいわ。うん。降ってないんちゃうかな、今日。神山はそんな降ってないんちゃうかな。してくんのちょっと嫌だ、びっくりするんだけど。カーブでこう水平に保たれるみたいな。減速してるな。あ、右行くわ。
食らうと思うよ、ポイント。食らわへんっぽいな。あ、食らわへんな。向かい側に止まってるな。シンバーさんが。多分みんなあれに乗り換えるの。うん。C45。ポイントのとこだけめっちゃ強い。おお。どうする？普通で行くもん。普通？普通で行く？まあちょっとぐらい遅れても何も言われんの。鳴らされた。普通で帰ろうよ。せやな、そうしよう。混んでるやろし。混んでるやろし。新快速混むからな。ちょっと前が早いけどゆっくりしたい。ちょっとだけ。うん。せっかくなんで。せやな。今度雪のとこで撮りたいな。雪がすごいな。しかも非電化。そこまでロスがすごいやん。うん。ここで終わるかあれか。今回の新快速負けてないな。Thank you.
山間部だもん。忘れたけど、うん、大阪から東京まで普通電車だけで、あでっていう企画。あれ結構大変やな。あとロングシートだね。最後の大阪環状線ガチャが気になる。あっこむずいよな。金弟子とか乗らんとあかんし。前原から走ってる電車全部転換交差なあ。クロスだけで東京は行けへんか。静岡でも行けることもある。でもリクライニングダメやったら多分無理やん。えリクライニングなしやったら無理ちゃうか。あでもまああの全部転換クロスっていうか、あそれはできると思うけど、ホームラインやったら、あ、そっか、その手があるわ。そう、一応ホームラインやったら、ちょっとノリでできるやん。
やばい、取れんかもしれない。あ、取ってくれた。やめ、寝てす、寝てす、寝てす。おお、ほんまや。ほんとに。名鉄とか久々やな。うん。
り宇都宮だいぶぶっ飛ばすね。うん、割り宇都宮は次確か名古屋やったと思う。着いたらもう名古屋。名古屋。あれな。ここのさ、何号車って表示がないな。あ、ほんまや。1234とか書いてある。綺麗に撮れそうやな。なあ。気づいたらこんなもん。めちゃくちゃピントは悪くなった。うん。直線やからな。あの飛騨号とか、さっきの飛騨号とか結構綺麗。綺麗に撮れなんか来た。
何しろでかいから。ニュースかい。ニュースかい。ほんまや。
逆モードじゃん。あ、あ、あれだ。DE なんぼじゃなかったっけ。DE10 じゃなくてな。なんか追いかける形で。今減速信号に乗っちゃったよ。あ、後藤かな。 EF510 って書いてある。レッドピア、レッドピアだったら多分 DF200。 DF200 や。おー、マジか。いや、だからもう注意。前詰まったのかな。あ、でも進行前詰まったんやろ、きっと。中央線やったらもうようある話やもん。あの東京の。東京で。あ、確かに新幹線回してるからな。そうそう、なんか有楽町って感じやな。名鉄の渋谷かっこええな。輝いてる。駅間長いな、有楽町にしては、うん、長すぎる。この辺やったらさ、電車で GO とかやってるんですか。この辺でも橋結構多いやん。あ、だからポワーンポワーンって感じさ。何回も鳴らさなあかんとかやん。電車でもなんであれ鳴らすんやろな。実際鳴らしてないやんって。そうそう、この辺とかになったらあれやんか。これ N700S じゃない。だからほら、やっぱり S や、 S やシュプリームやん。わー、かっけーな。左側に止まってんのはあれ、 あれがニュース会やん。おー、あれでも今は走ってない、あんまり活躍してない。だからあの、なんだろう、ニュースカー今走ってない。ああ、まあお客さん少ないからな。減便されて。本当はあれセントラヤ空港行く予定のやつやな。今ではもう普通に急行、特急やったな。特急しか走ってない。新幹線止まってる。スナックオンじゃない。新快速はやっぱ速い説。新幹線ゴム抜く。あ、でもちょっと走ってるわやっぱ。あ、これもシュプリームや。あ、これ新幹線と大平日だね。持って、持ってき。あ、でもこっちの方が若干遅いか。まあ警告になったやん。あ、制限75やからな、ポイントの通過。警告や。25やん。まあ前に止まっとんやん。うん、停車できひんような状態になってて。名古屋のね、いつもこの感じだな。新幹線から見てると。特急日だ。うわ、先通過してったやつやね。うん、なんで大見長岡やったっけ。大見長岡でみんな、名古屋や。名古屋、名古屋見えてきたけど赤信号や。ああ、赤信号や。向こうも渋滞してるし車、ね、止まるな。警告になった。ギリセーフ、ギリギリセーフ。多分奥が多分まだ見えてない。ああ、第一場内かな、これが第一やな。
75だった。75でもあの信号機過ぎの発出出せんからずっと。もうそろそろ多分速度出す進行になった。急にグッとくる。いいね。名古屋久々やん。やっぱ大きいな名古屋。泣きそうなぐらい懐かしい。ちょうど35分。お前